こんにちは、メグです。本日はですね、マインクラフト統合版のバックアップの取り方をご紹介します。というのもですね、この後にマインクラフト統合版のアドオンの入れ方をご紹介しようと思ってるんですけど、アドオンを入れる前にバックアップを取っとかないと取り返しのつかないことになってしまう危険性があるので、先にこの動画を出そうと思って今撮ってます。ただ、Windows の画面全体を録画することができなかったので、画像とかが多めになると思うけど、わかりやすい解説になるように頑張るので、よろしくお願いします。まず、Windows デスクトップですね。何も開いてない画面の左下にある検索マーク、ここに入力して検索って書かれているところに、%appdata% って打ちます。そして、このファイルを開きます。今、ローミングっていうところにいるので、これを app データに変えます。そして、この上ですね、ローカルっていうところを押して、パッケージズから、microsoft.microsoft っていうのがずーっとあって、この下に、microsoft.minecraft というフォルダがあるので、ダブルクリックで開いて、ローカルステート、games.com.mojang で、minecraft worlds っていうフォルダの中に、このワールドデータがね、全部入ってるので、minecraft worlds っていうのをコピーすれば、今まで自分たちが作ったワールドとかっていうのを、別のハードディスクとかに移して、安全に保管することができます。この中身どうなってるのかっていうと、中身を見て、これがワールドアイコンっていう、ワールドに入るときに絵になってる写真ですね、これね。このテキストデータを開くと、まあ、こうやって一回自分がね、作ったワールドの名前が入ってます。はい、そんな感じですね。これをまあ、コピーして、適当なところに貼り付けておけば、もし、ワールドデータが紛失したよ、なくなったよ、吹き飛んだよっていう時にも、コピーしたこの、マインクラフトワールドっていうデータを、また同じ場所に戻せば、ワールドデータが元に戻るっていうところですね。バックアップを取るときに、やっておくと便利なことが一つだけあって、この com.mojang っていうところまで来たら、ここを右クリックして、ショートカットの作成ってやります。で、この名前はどうでもいいので、まあ分かりやすい名前に変えてもらって、例えば、マインクラフト統合版フォルダとか、ショートカットの名前は変えても特に影響はしないので、これをまあデスクトップとかに移しておくと、いつでもクリックすれば、com.mojang の中身を見られるっていう状態になります。こうしておくと、このマインクラフトワールズっていうデータのバックアップもできるし、手動で入れるのが必要なリソースパックとか、ビヘイビアパックに当たっても、手動でやりやすくなるので、まあよかったらね、このショートカットを作って、デスクトップとかに置いておくと、マインクラフト統合版で遊びやすくなるので、おすすめです。今の説明を聞いて、すごいファイルいっぱい出てきてめんどくさいとかっていう人は、もう超簡単な方法があります。それは、C ドライブを開いて、ここの検索窓に、マインクラフトワールズって打ちましょう。すると、一発でね、この場所に行けます。他には、いつも YouTube で参加型ライブをやってるんですけど、ライブを開始する前に、世界をコピーっていうのをして、世界のバックアップをして毎回ライブをやってます。まず、遊ぶから、世界の名前の右側にある鉛筆マークオプションから、一番下の世界をコピーっていうところを押すと、ポケドロックっていう世界をコピーしたので、ポケドロックのコピーっていう名前のコピーワールドが出来上がります。これが簡単なバックアップ方法の一つですね。で、もう一つが、このエクスポートっていうのがあって、このポケドロックのコピーっていうのをまた別の形でバックアップ取りたいよっていう場合は、この世界のエクスポートですね。世界をエクスポートして、好きな場所を選んで、私の場合はデスクトップにマイクラっていうフォルダを作って、その中にマイクラワールドバックアップっていうのを作ってあるので、このフォルダの中に、まあ、ポケドロックのコピー.minecraftworld ですね。をエクスポートってやると、全く別のところにワールドデータをエクスポートできるので、これが2個目のバックアップになります。そしてさっきエクスポートしたんですけど、このポケドロックのコピーもし間違えて削除してなくなっちゃったっていう時に、さっきのこのポケドロックのコピー .mcworld っていうのをダブルクリックすると、インポートが開始されて、こんな感じで失ったワールドを元に戻すことができます。これが2つ目のバックアップ方法ですね。今回は Windows 10版のバックアップ方法を紹介させていただきました。このチャンネルではマインクラフトのいろんな情報を発信しているので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。